昨日上げさせていただいた動画でちょっと発言に不適切な部分があったので、この動画で謝罪させていただきます。内定ゼロ、マネキンのおっぱいを弓矢で貫いてみたという動画ですが、あの動画でおっぱいじゃなく、ちょっとね、パイパイと発言しておりました。すいませんすいません。幸いにも登録者7000人いるにもかかわらず、再生数が500回程度の私には、まあ、全然炎上とかしなかったんですけど、ちょっと皆さんをミスリードするような形で動画を撮ってしまい、本当に申し訳ございませんでした。バイバイと言ってすみません、すみません。ちょっとあれ、おっぱいじゃなくてパイパイでした。すみませんでした。すみません。幸いにも登録者7000人いるにもかかわらず、再生数が500回程度の私はちょっと炎上とかしなかったんですけど、この度はパイパイと言ってしまい申し訳ございませんでした。すいません。もしもし、もしもし、ヒカキンさん、こんなんで本当に登録者伸びるんでしょうか。そう、全然疑ってるとかでは、全然、本当に、セイキンさん、いつもお世話になっております。パイパイじゃなくてパイオーツ、いやそうですよね、そういった方が、私今まで真面目に剣術系 YouTuber として抜刀術の解説とかしてきたんですけど、なんかいつの間にか下ネタ系 YouTuber、うちが貧乏なんでね、夜中の3時ぐらいまでいつもアルバイトして、次の日朝早く大学行ってたらね、もう疲れたのでね、もう眠ります。おやすみなさい。皆さんおやすみなさい。また明日会いましょう。はい、パイパイ。